龍が如くの新作パイレーツインハワイ、ミロバート秋山さん参戦。そっちの秋山じゃねえよ、わら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 、とごとくファンをあれ、わら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 。に対するみんなの反応。龍が如くの新作発表会、新作に秋山出せ。手こめが多くてロバート秋山が出てきた途端、そっちの秋山じゃない、わら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 、米が大量に流れたのおもろすぎる、わら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 。龍が如くエイトガイデン、真島の兄さんが海賊になるのはまあわかるとして、かっこわからねえよ、なんで真島の兄さんのワンがロバート秋山なんだよ。トンチキもトンチキすぎるだろ、畜生。うん、しかも秋山ってそっちのわら、動画になっとんじゃ。ロバート秋山登場で、そっちの秋山じゃないの総ツッコミされてて笑った、わら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 。龍が如く出るたびに秋山出せってコメントが多いなとは思ってたけど、ロバート秋山出した瞬間、そっちの秋山じゃね、わらわらわらってコメント埋まるの面白すぎるだろ。いやマジでそっちかよってなったわら。最高じゃん、ロバート出してくんのは草。みんなが望んでた新作の秋山、実際に出演する新作の秋山。秋山は秋山でも、そっちの秋山やめて。龍が如く人気キャラの秋山さん、声優は山寺さん、そりゃそっちの秋山じゃないって言うわ。お前だけだよ、人気なんてねえよ、捏造すんな。こいつのこういうの無視していいから。ロバーキの方が話題になるだろ。ハワイにいそうな顔をしているとは思う。龍が如く外伝で、秋山俊でもなく郷田龍二でもなく、秋山龍二でてくるのネタ。動画、ロバート秋山龍二、龍が如く出演もまさかの再現度に衝撃。ゲームに持ってく顔じゃない、意外とゲーム映えするお顔ですね。ロバート秋山ではなく梅宮達夫役で出演すれば万事解決です。梅宮達夫が生きとったら出れたかもしれんな。ゲームでも梅宮達夫の真似してくれんの。ユオタ、秋山出せ、秋山出せ、ユースタ、わかったよ、秋山出すよ、ユースタ、ほい、秋山出したよ、ユオタ、違う、そうじゃない。ロバート秋山だと思うからトンチキになる。彼はロバート熟女好き、七つの海を股にかけ、ババピースを集める、カリブの海賊だ。これぞ龍が如くクオリティ、予想外の展開でファンを楽しませる天才的な演出。そっちの秋山ではないにしろ、こっちはこっちで絶対面白いだろう。し、篠田達夫参戦希望。篠田達夫はあんま人気ないけど、キャラとしてはめっちゃ好きだった。ゆうじ、カッコ郷田を出せにも答えてくれて、ほんと嬉しい限りです。これ登場人物と世界観刷新して作れんの？昔のシリーズの登場人物出てくるならやる気が起こらん。出ないわけねえだろ。やりたかったら PS5 か、お高い PC 買ってね。スイッチに出せ。極みが売れたらな。大喜利みたいだよな。クエスチョン。龍が如く新作発表後、ファンが大荒れ。なぜ？アンさん、新作に秋山俊が出ると思ったら出てきたのはロバート秋山だった。芸能利権が絡んでからゲームとしては露骨につまらなくなった。宣伝費が増えるからやってるんだろうけど。まあ如くで秋山いるたらあっちやし仕方ないと同時に、如くシリーズは旬のだったり変なだったりする芸能人を起用して注目を集めるシリーズだったので、これが最も如くらしい立ち回りなのも確か。こっちの秋山じゃないけど、こっちの秋山でも面白そうっていう好意的なのが多いね。そもそも真島の兄さんと秋山ってつながり薄すぎて、こっちで来られてもってなるわ。出すなら本店やろ。マサルの秋山こす絶対あると思います。絵画俳優ですよ。秋山さんは結構評判いいみたいだし。海賊芸ってあんま惹かれないのよな。基本回線とか嫌いだし。また変なパラレルかよ、わらわらわら。そこまでパラレルやりたきゃ忍者と戦え、わらわらわら。これはゾンビ並みにこけそう。すっごい滑るよ。しくしょう、なんてことしてくれたんだこのバカ野郎が。こうやって話題になるんだからいいやん。こけそうだなこれ。ファンの熱い声とゲーム制作側の粋な対応、そしてそれに対する観客の反応が絶妙でしたね。期待と驚きが混ざった瞬間って最高に面白いです。ゲームへの愛とユーモアが溢れる発表会、これぞエンタメの真髄。龍が如くチーム、さすがです。どうだろう、
やる前から主役食うやつがあるかよ。秋山出せとか龍二出せとか言うから秋山龍二出すしかないでしょ。かっこさくらん。秋山だし龍二だしな。龍じゃなくて龍。ある意味秋山と龍二かっこ龍二の再登場。わら一瞬神グオン派の生き残りかと思った。リアルで父親が海賊船持ってて、その船の中でレストランやってんだってか。海の料理人まで引っ張ってきたんだから、海賊もトッピングしてもよかったのに。ジップ的に料理人役なのに選ばれないババちゃん。違う、山ちゃん。かっこ山寺光一の方って言ったら南海キャンディーズの山ちゃんが出てきそうで怖い。わら、どういうことだ。マジマ主人公にこっちの秋山出すとかもう振り切ってんな。これから龍が如く誰をしって聞かれて、秋山さんって言ったら勘違いされてしまう。わらわら、こっちの秋山出せ。でもこっちの秋山は爪痕残してくれると思うの。マサルに期待しかない。そのうち歩き平子も出そう。逆に龍が如くの舞台の一つとして北九州市が出てほしいですね。ファイブで福岡市内が出てましたが、ロバート秋山、ババの地元も時期や他にも小倉北区あたりを舞台にするのもありだと思いました。ロバート秋山、まさか実家が海賊船、かっこも時効のレストラン、カンキータイガーカリビアンだったから出演オファーしたのか。親父が門司港の観光客向け飲食店を牛耳る一人で、かつて海賊船を浮かべてレストランをやっていたというのが元ネタです。コロナ禍で海賊船は撤去されたようですが、ぼったくり気味焼きカレー屋は秋山の兄弟がやってるとの話。なぜか料理調理番組によく出るのは相方のババの方ですが、秋山でも龍二でもあるロバート秋山が参戦だなんて誰も想像できなかったよ。わらわら、お父さんって海賊船みたいな飲食店経営してたし、海賊つながりかって調べたら別の店に移転してた。めちゃくちゃ熱いですよ兄さん。てか秋山ってそっちの秋山か。わら、わかっててやってるのでよし。ロバート秋山体験担いでくさ。これからモンスター狩りに行きそうな顔してる。ロバート秋山で敵たらそうなるはなわら。ちなみにみんなが想定してたのはこっちだと思う。普通にネタとしてやってそうだから怖い。海の料理人兼用人坊とか三次会をわらわら。こっちじゃないだけマシよ。なんだと。笑い転げてるわら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 。笑ったけどマジで秋山と花ちゃんそろそろ出してくれ。わら、頼むよ。しかし秋山冷遇されてるな。このシリーズギャラ高すぎるんか。人情に厚い金貸しって他のやつに比べたら個性ねえからな。ごとくの秋山って資金力で問題ごとのご利用し解決と、近場の人間の異常な持ち上げで話がつまらなくなりがちだからいらんわ。出しても秋山自身しか得せず、周りやシナリオ自体にデバフをかけるキャラ。人をバカにしすぎでしょうが。まあ秋山は龍が如くのミノフスキー粒子みたいなもんだ。これ以上ここで話をごちゃごちゃさせても全体としては意味はねえって時に資金力で解決しとくみたいな。秋山もどこか行ってたっぽいし、そのうち外伝出すんじゃない。秋山さん単独主人公でもいけると思うがな。